いろいろな計算丸ご。今回は分母のユリカ応用編を一緒に学んでいきましょう。さあ皆さん、分母のユリカ覚えてるでしょうか？分母にルートがあるとき、その分母のルートをなくすっていう作業ですよね。さあ今日もね、この分母のユリカやっていくんですが、こんな問題です。1番、ルート5プラス1分のルート3、これを分母のユリカしなさいって言うんですよ。はい、今までとちょっと違うよね。これ分母がさ、ルート5プラス1って式の形になってるわけ。どんな風に計算して分母のルートをなくすことができるんでしょうか。はい、ポイントはね、もうこれ何度も出てきてますが、ルート A かけるルート A、 これってルート A の2乗になる。ルートの中が2乗になるときっていうのはルートが取れて A になるよ。はい、もちろんこれも利用していくわけですが、分母がこんな風に式になってるときはこれを利用していきます。見てください。こちら、カッコ X プラス A、カッコ X マイナス A は X 乗を引く A の2乗。こうなるよね。これを利用しなさいって言うんですよ。どういうことなのかってことなんだけど、例えばみんなね、ルート A プラス B っていうのが分母にあったとするじゃん。ルート A プラスルート B、 これをルートのない形にするにはね、これを利用する。ルート A プラスルート B にルート A マイナスルート B をかけてあげるの。これっていうのはこの括弧の中、違うのここの符号だけだよね。この時っていうのは2乗引く2乗になるよ。ルート A 2乗引くルート B の2乗。はい、ここでも出てきたけど、ルートの中が2乗になる時っていうのはルートが取れる。でこれルート取れて A 引くルート B の2乗、はい、ルートが取れて B になる。ほら、 A 引く B の形になるでしょ。だからこのルート A プラスルート B、 分母にあったらルート A 引くルート B っていうのをかけてあげることによってルートが取れるんですよ。ということで今日のテーマはこちらです。この乗法公式を利用していきます。じゃあやっていきますよ。はい、改めてルート5プラス1分のルート3、何を分母分子にかけてあげればいいのか。もうみんな気づく？ルート5プラス1と来てたらルート5マイナス1分のルート5マイナス1をかけてあげるの。そうすると左と右違うの、ここの符号だけだから2乗引く2乗の形になるでしょう。はい、計算していくね。分母はルート5の2乗引く1の2乗、そして分子はルート3括弧ルート5マイナス1。はい、分母ルート5の2乗は5、5を引く1の2乗は1だよね。だから4分のルート3かけるルート5、ルート3かけるマイナス1をしてあげる。ルート15マイナスルート3と。はい、これ以上計算できないよね。これダメだよ。ルート15-3、15-3とか言っちゃダメだよね。ルートの中の数字が違うときは計算しちゃダメだから、これ以上もう計算できない。はい、見てください。分母のユリ化できてるね。分母にルートがある。はい、分母でユリ化した結果、分母にはルートがない状態にできてますね。はい、ということで答え、4分のルート15マイナスルート3になります。はい、こんな風に計算してあげればいいんです。じゃあもう一問やっていきましょうか。ルート3マイナスルート2分のルート3プラスルート2。はい、分母がルートマイナスルート2ってなってますね。はい、何をかけてあげればいいの、分母分子に。ルート3マイナスルート2ってことはルート3プラスルート2を分母分子にかけてあげればいいんだよ。そうすると分母同士見てください。ルート3引く2かけるルート3プラス2、違うの符号だけだから2乗引く2乗の式を分母はすればいいだけだよね。計算しましょう。分母はルート3の2乗引くルート2の2乗、2乗引く2乗の形になる。2乗引く2乗になればルート取れるもんね。はい、で分子はこれどちらもルート3プラスルート2だから、こう書いてもいいかな。ルート3プラスルート2の2乗。はい、分母ルート3の2乗3、ルート2の2乗2、3引く2で1。だから分母なくなっちゃうね。1分のってことで。ってことでこれ計算するのはルート3プラスルート2の2乗のところだ。分子だけを計算すればいい。
はい、この計算はまずルート3を2乗しますと。そしてルート3とルート2をかけて2倍する。つまり2かけるルート3かけるルート2足すルート2を2乗する。はい、計算しましょう。ルート3の2乗は32かける3、ルート3かけるルート2は2ルート6ね。でルート2の2乗は2だ。さらに計算して5プラス2ルート6となります。はい、こんな風に計算することができるわけね。はい、ということで今回は分母の有理化応用編を一緒に学んでいきました。